こんにちは。昨日さ、ギーゴさんとホロライブのコラボの UFO キャッチャーとか、あとたい焼きのやつをやってきて、船長のビッグクッションをゲットしちゃいました。いくら使ったかわからん、正直。どうとしても店員さんの力を借りずに取りたいと思っちゃって、ペコーラを必死で取ろうとしてるお兄さんと並んで、ずっと二人で。ってやってたんですけど、もちろん耐えきれなくなり、店員さんに、これはもうどうやって撮ったらいいんですか？わからないですって涙ながらに訴えたら、そうですね、こうやって揺らして揺らしてで、だん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 棒から外していくイメージですかね、みたいな感じで教えてくれながら、ちょっと店員さんがずらしてくれてて、なんかこう、多分自分で撮りたいんだなっていうのを察してくれたのか、ごまかしながらちょっと若干ずらしてくれてて、その優しさにあやかりながら、撮りました！わーなんかタンブラーとかもうなかったんだよね。あと巨大なアクリルスタンドみたいなやつ。あれとかも欲しかったんだけど、なくて、船長のが。もう取られ切った後だったかもしれない。ちょっともう一回ぐらいリベンジして在庫確認してみようかなって思ってるんですけど、ちょっとこの船長膨らませながら今日は、しぼんじゃってるんでね。圧縮され尽くした船長を救い出してあげる回ということで。いやでもなんかたい焼きをさ、食べたんだよ。池袋のギーゴの8階にあるんで、ぜひ行ってみてほしいんですけど、あ、ダメ、行かないでやっぱ。いやでもホロライブの終了になるから、行ってほしい。行ってほしいんだけど、ちょっと私の分のタンブラーとか残しといてほしい。行ってみたのよ。そしたらなんかまず、お客さん一人しかいなくて。多分時間帯がめっちゃ微妙な時に行ったから、なんかまあラッキーっちゃラッキーなんだけど、全然並ばずに買えて。で、まあたい焼き買ったのよ。そしたら、一発で、たい焼きはマリン船長だったの。で、コースターペコーラだったの。最高！やばい、神引きしてしまったわって思ったの。だけどその後ミラクルが起きて、たった一人いた、ホロライブオタク。その子が、トドロキちゃんですかって声かけてきてくれて、え？たった二人しかこの空間にいない。この世界で、そんなミラクルが起きるのかって思ったぐらいの奇跡で、いや、そうですみたいな。二人でたい焼き取ったりとかしてたのよ。こうやってオタ活一緒にしてさ、もうね、うわ、嬉しいと思って。そしたら、その子は、そっと、マリン船長のコースターを差し出して、船長推しですよね。よかったら、あげます。私本当にみんな好きで、推しっていう推しがいないんで、好きな子にもらってほしいです、みたいなことを言ってくれて、すごく優しい世界と思って、その日一日ハッピーだったね、もう。ありがとうございます。しかもその子、さ、誕生日だったなって。私がいろいろもらっちゃったよと思って。うわーかわいい！キモータやん。いやーかわいい！エロー！頭が。ちょっと、まだ首座ってないかも。そんなね、幸せな一日を過ごしましたって話なんですよ。次その子に会ったら絶対なんかお礼したい。他の界隈とかでもなんかその子の推し当ててあげるぐらいのことはしてあげないとなって思って、お礼の DM だけはしたんだけど、でもなんか優しくなれた心が、なんかその後、このビッグクッションを狙いに行って、本当にお金が財布からもういくら消えたとか数えたくないぐらいやばいぐらい使っちゃったんだけど、私本当 UFO キャッチャーさ、大学生の時割と上手かったと思うんだけど、もう分かんなくなってて、機械とかも結構さ違ったりとかするからさ、もう分かんなくて、もう下手くそだからさ、めちゃくちゃお金かかっちゃって。いやでもこのビッグクッションが正直一番欲しかったから、ほんとよかったです。いやー、撮ったとこ見せたかったな。見せたかったって、なんで見てもらう気でおんねんって感じなんだけど、見たからといってその子も別に喜ばないと思うんだけど、撮ったよーって。マジで店員さんに助けられたな。マリーさん推しですかみたいな言ってくれて、そうですね、可愛いですって言っちゃった。そうですね、まででよかった、あれは。なんか言っちゃった。良さ分かってほしいなっていう気持ちが。お兄さんはね、ホロライブにもしかしたら興味がないか別の講師だったと思うんでね、マリンさんって言ってたから、敬意を感じられたんだよ。多分一味だったら、船長って言うと思ったから、マリンさんって言ってくれてたから、いや、この人は多分別に推しがいるか、全くオタクではない人なんだろうなって。いや、でもオタクだよな、多分分かってたと思う、あの人、気持ち。だからちょっとでも良さを分かってほしくて、あとなんか、やっぱ、自分が推してる界隈のイメージを良くしたいっていうオタクってすごい多いと思うんだけど、私もそれで、一部のさ、ファンがマナー悪かったりとか、間違ったことをしてるだけで、その界隈全体のイメージが本当に下がっちゃうし、あ、なんとかオタクってこういう感じだよね、みたいな感じで思われるのが本当に嫌なの、私は。だって、結果的にさ、自分たちの首を絞めてるじゃん、それって。だから私が好きなアーティストさんっていうのが、グレーとか、リプロジェクトとかなんだけど、その界隈ってすっごくファンの層がいいのね。ファンの民度が高い。一部いるよ、そりゃ。よく知らずに入ってきちゃったみたいな。私は時々いる。なんだけど、基本的に、どっちも年齢が上なの。長く通ってる人がすごく多いから、なんかその人たちがだんだんこう、教えていくみたいな。行動で示していって、私も大学生の時にライブ、グレイは初参戦したんだけど、なんかその時に、年上の人たちが、すごい優しくしてくれたりとか、銀手を、配り歩いてたりとかね、そういうのをしてるのを見て学んでいったみたいな感じなの。だからそういう風になりたいんだよね。
グレーファンは民度がいいねって近隣住民にも言われるぐらいまでなりたいのよ。入場退場の時とかももう本当速やかに近隣住民に迷惑をかけず、もう私たちが集まってること自体がもうちょっと迷惑なんだから、駅とかもうスムーズに改札は通る、スッと帰るみたいな感じの空気があるんだよね。ね、ちょっと何してんのかわかんないね、今日動画。今日はね、髪の毛をめっちゃバッサリ切って、もうショートボブぐらいにしたので、もうみんなショートって言ってるから、もうショートでもいいのではってぐらいの長さになったので、これに合うメイクを模索していこうということで、連日やっているんですが、なんとなく決まってきたような感じもするので、それを試しつつ、ちょっと改良を加えていくみたいな回をやっていきたいと思います。はい、こちら、アリーのクロノビューティーカラーチューニング UV01 番紫のやつです。もう日焼けがね、怖いからもう耳まで塗っちゃいます、私たちは。どの界隈にもさ、本当に神みたいなお客さんもいれば、なんでこんなことをするっていうお客さんもいるわけじゃん。やっぱどうしてもね、おめえ怪我してくれてんじゃねえぞってやっぱ思っちゃうわけよね。なんだけどやっぱそこで喧嘩をね、生み出しても良くない、こういう人たちがいるよね。私らはやっぱ有料オタクなのにねみたいな顔しても、それはそれでファンがいがみ合ってるから良くないし、自分たちの会話を良くしたいってやっぱ思ってる人たちが良くするしかないんだよ。どんなにね、悪い人たちに、例えばもうアンチとかに対して、アンチって良くないでしょ、人の気持ちを傷つけてるの、画面の向こうにいるのはキャラクターじゃない、私たちだって人間なんだよみたいなことを言っても響かないから。まあ、私それ本当に YouTube やっててすごい感じてるから、やっぱもう行動できる人たちがするしかないわけよね。でその人たちの人口が増えていったら、悪いことしてた人たちも、あ、面白くなくなったって言って去っていったりとか、あ、恥ずかしいわ自分人間としてって気づいて改良する時が来るから、なんかそれまではもうできる人がやるしかないの。もう人に強制するっていうのはね、本当に良くないの。どんなあれにしてもそれは良くないこといっぱいあるよ。やっちゃいけないこと、法律違反いっぱいある、いっぱいあるんだけど、それを許さない社会にしていかんといけんっていうね。あれ、なんか私演説してんのかな。謎のラディアントクリーミーコンシーラー、こちらね、一番明るいのはね、シミとか気になるところに塗って、今結構ドハマりしてるのはこのミュードのこのクッションファンデーションです。でさっき置いたコンシーラーを巻き込みながら叩いていく感じにやっていきます。ここシミ取りしたの、ナグラッチ、ナグラッチってナグラッチなんて一回も呼んだことない、ナグラ俊介先生です。一回ピコスポってやった時にもうゲロ痛かった。私多分やった箇所も良くなくて、いきなり唇の近くからやったんだよね前。そしたらもうビビるほど痛くて、もうそこからちょっと恐怖症になってやってなかったんだけど、やっと、そんな今みたいな言われて、嘘だと思いながらやったんだけど、本当に、あ、終わった感じだったから、これだと続けられるかもって思って、ピコスポット、ピコトーニングで今ちょっと美肌を心がけております。美肌治療って1年ぐらいかけてもうできちゃったシミとかをね、なくすとか、そこまでなってくると本当に年単位でかけてちょっとずつちょっとずつやっぱやっていくしかないっぽいから、いや、どうなんだろう、人にもよると思うんだけど、本当に綺麗にするんだったらやっぱトーニングは10回とか定期的にやっていくのがいいですよみたいな感じで説明されたから、いやー、これはね、やっぱ出てくる前にやらにゃいかんなかったなーって思ってん。いや、マジで若い時のさ、日焼け対策、もうほんとバカ、私ってほんとバカ。パウダーはミュアイスのヨレンパウダーツヤカバー、このピンクの方を使っていきます。最近ミュアイスゲロハマりしてるんだよな。私的にとてもおすすめでございます。ちょっと鼻ほじりながら言うことじゃないですね、すみません。猫の毛が入るんですよ。私はこれ猫飼いの苦悩02番だと思うんですけど、あ、02ミキパワさんのネタを狙ったみたいになっちゃった。01番黒の服は買えない、02番鼻に毛が生える、03番猫アレルギーの人家に呼べない。はい、で眉毛ちょっと戻ってきまして、ケイトデザイニングアイブロウ 3DEX の5番、何年使ってるかわからんってぐらいの私の中でもロングセラー商品なんですけど、私の中っつうか全国でロングセラーなんですけど、やっぱこのスタンダードな茶色が一番扱いやすいっていうことでね。で、色味合わせたい日とかは、アイシャドウとかチークをこの上に重ねて塗ればいい話なんで、これ1個持ってればいいよねっていうことで、ごめんなさいね。なんかこんな感じで、ふわっと、結構この大きい方、これロージーローザのめっちゃ描きやすい筆なんだけど、大きい方の筆で、もうザザザザザって描く感じに、そもそも顔がいじりまくってるんで、もう自然という言葉をね、大事に。やっぱオーガニック。ハーブティーも飲んじゃったりしてね。何言ってんだか。眉毛染めたのは、こちらのキスミヘビーローテーション、カラーリングアイブロウの06番、ピンクブラウンです。ほんでもって、また戻ってきてしまいました。手に入らないんでね、紹介しても意味ないよなっていうことで、あんまり紹介しないとか言って言ってたやつなんですけど、結局戻ってきて、クリスマスインニューヨークフェイス&アイパレット、アイシャドウ&チークカラー。このピンクのね、発色の良さと、粒子の細かさっていうのにね、勝るものがなく
かなか見つからんのでね、どうしようかなって思ってるんです私も。え、これがなくなったら私どうやって生きてくのってぐらいね、これに依存してるんで。代わりもね、見つけたりしたんですよ。あ、これ近いなみたいな、結構あったはあったんですけど、色的に近いなみたいなとかは一時期はそっちを使ったりとかしてたんですけど、このあぶねー、割れたらどうしてくれんの。この結構もう青み系のドギツピンク、これがですね、この目の下に塗るんですね。あ、これやりますね。よっこら小一、この辺か。よくさ、 YouTuber ってさ、こんなサイドアップで自分のこと映せるよね。別に自分にさ自信があるわけでもないのによく映せるなって自分でも思うんですけど。わっしゃいわっしゃいわっしゃい、まあ、なんかもういいみたいなところですよね。なんかもう何もない、失うものがっていう感じに近いです。なんかこのショートボブにして思ったのが、ロングってある程度ごまかしがやっぱ効くんですよね、まあ、言ったらヘアセットとかもある程度下の方が負けてれば巻いてる人なんだなーってなるけど、このぐらいの長さになるともう本当にちょっと跳ねてただけで気になるから、やっぱすっぴんの悪目立ちもすごい、本当にごまかせない。一番私がごまかせるのはエクステつけてる時なんですよね。毛量もあるし、だからもう元々毛量がある人ってめちゃめちゃ羨ましいって思う原因もそこなんですけど、やっぱある程度毛量があってしっかり重みがあると、もうそれだけでちょっとちゃんとしてるように見えるっていうね。で、結構ね、動画で見ると下に目線がいかないから面長は目立たないってみんな言ってくれたんですけど、まあね、確かにそれはあるかもしれないけど、私的にはちょっとここを縮めないと髪の毛の雰囲気でごまかせない分、ちょっと間延びして見えるなみたいな。ロングの時よりももっと目の下に対するこだわりっていうのが増えました。で、こうやってピンクをめっちゃ強く乗せる、このピンク、ザピンクを乗せちゃう。で、さらになんですけど、このエティセのアイエディションジェルライナーの02番ピンクのカラーを使って、前はね、この黒目の下からジライラインっぽくちょっと横に伸びるこういうラインをね作るっていうだけにしてたんですけど、最近はこっからこんな感じ全部引いてます。もうこんな感じ充血してるみたいな目にする。一回もうこひだを剥がして剥がしてっていうか、もう引っ張って中の方からこう引いてって、目の下太くなって、こっちにぼかすように、こんな感じ。泣いちゃってるみたいな感じになる。泣きっ面にします、一回。で、そしたらね、こっち。クリオプロアイパレット12番。地雷っぽくしたいときはこっちの濃いめの茶色。で、普段はこれが多いかな。マットな感じのやつ。まあ、今日ちょっとマットな方で行くんですけど、このちょっと固めのね、平筆みたいになってる方。目尻の方に、ぼかして入れる。で、即手でぼかす。黒目の上あたりまで。色入れて、まあ、ぼかす感じに。で、あんま上まで入れないで、目線は下に下にで下げます。で、さっき、これしたやつをちょっとぼかして、ピンク消さないように、この終わりかけのところから、茶色を伸ばしてあげる感じで、入れます。よし！私のメイク法はね、休診後に悩んでる人と、あと、まぶた重い人に見てほしい。マジで私はもうずーっともうそれをね研究してっから。もちろん急進顔の良さあるよ。急進顔にしか出せない魅力もあると思う。でもやっぱコンプレックスはコンプレックスだからさ、急進顔で痛くない時もあんのよ。だからたまにさ、人のさコンプレックスに対してさ、例えば私が一重が嫌だったから二重にしましたみたいな話をした時とかにも、一重でも魅力的な人はいっぱいいますけど、そうやってあなたみたいな人が一重は嫌だとか言うから一重の人がコンプレックスになるんじゃないですかみたいな、社会問題までなんかこっちのせいにしてくるような人いるんだけど、いやそれはさ、なんか人が言うことじゃなくないって思うんだよね。なんか私はコンプレックスでしたって言ってるだけなのに、いやなんか言ったらさ、私なんかその励ましとかでもさ、わかる、なんかそうなんだけど、自分がもうコンプレックスになっちゃってることに対してさ、そんなことで悩んだって仕方ないですよ、あなたの顔はとても魅力的です、ほら鏡を見て笑ってみたいな励ましをさしてくる人って、いやわかるよ、善意で言ってくれてることはわかるんですけど、それって自分が気持ちよくなりたくて言ってませんってやっぱ思っちゃうよね。もし言ったことある人いたらごめんねなんだけど、なんかそれってさ、相手がさ本当に悩んでることをさ理解していたら、多分そんな言葉ってあんま出てこないと思うんでね。え、そうかな、私は可愛いと思うけどなとかは言うことあるんだけど、なんかそういうのって友達だから
成立する言葉だったりとかってして、いや私がね言う、あのコメント欄で言われることとかに関しては、向こうは私のこと知ってるだろうから、励ましてくれてるなら嬉しいとか、本当にそう思ってくれてるなら嬉しいって思う時あるんだけど、 FF 外から失礼してその励ましをする人いるじゃん。一般の人ね、あの SNS とかで仕事してない人が、私ってこういうのがコンプレックスなんだよねとか、ちょっとバズったりとかした時にそういうのを FF 外から言ってる人いるんだけど、いやもうわかんないじゃんって思っちゃう。もうすでに嫌いってなっちゃってるのに、なんで自分の顔が愛せないのですかみたいな。それってなんかもう逆に傷つけてるなって思っちゃう。そういうなんか自問自答みたいなことって、もうコンプレックスですって公言してる時点で、その人ってめちゃくちゃに悩んでるはずなんだよね。なんとか好きになれないかなっていう努力をしたりとか、そういった一連の努力ってしてきてる人が大多数だと思ってるから、なんかやっぱ最初の冒頭のさ、ファンの話にしてもそうだけどね、やっぱ押し付けって意味ないんだよね。自分が気持ちよくなるだけの行為に過ぎないと思われることもある。そうじゃないとしてもです。はい、というわけで、このシピシピのね、一番ちっちゃいブラシかな、多分ちっちゃい方、これを使って、さっきグラデーションで入れたこの色を取って涙袋を描いちゃいました。もう結構もうがっつり濃すぎるわーって思うぐらいでいい。ケイトのダブルラインエキスパート、これもずっと使ってるやつですね。これでガイドラインを引きました、涙袋ので、それをぼかすような感じでさっきの色を入れた感じで、で、あと忘れちゃいけないのがここですね、二重の線拡張、偽物の線を書いてあげるだけだいぶ違います。これ急進顔で悩んでる人やってほしい。私はね、もう本当に急進顔をすごく悩んで、垢抜けにくかったっていうのがすごい悩みだったの。もともとが全部のパーツが小さくて、目も口も鼻もちっちゃくて、顔の余白が多めで、メイクとかしてもさ、全然メイクした感が出ないし、急進顔の人ってめちゃめちゃおしゃれに振り切れば、多分すごいモード系のさ、服とか似合うと思うんだけど、私はもうどう考えてもそっち系の顔をしてないのに急進顔だから、もうどうしようって思ったの。私はそっち系には絶対振り切れないし、そもそもがあんまりおしゃれな服っていうよりは可愛い服が好きだったから、なんか自分がなりたくないものになるのも違うなって思ったし、まあ、でも周りから言われるのはやっぱなんかその綺麗系生きなよみたいな、そういうの言われるために辛かったりとかしてて、じゃあ可愛い系に言っちゃいけないってことみたいな。アドバイスっていうのは分かりつつもね、褒め上手な人とさ、褒めベタな人っているじゃん。なんか動画とかで綺麗系の格好した時にさ、あ、こういう格好似合うねとか、なんかそういうシンプルな褒め言葉とか、いつもと違う感じもいいねみたいな感じだとさ、すごい素直に喜べるし、私はこっちのトドロキちゃんが好きとかすごいね、私は嬉しいの。てかなんかこう、いつもの可愛い系の格好は全然似合ってなかったけど、こっちだと年相応に見えていい、全部これにしなよみたいな。もうそれってさ、なんか褒め言葉じゃないよねみたいなコメントが一時期めちゃめちゃ多かったんだよね。でもそういう言葉もさ、ありがたいアドバイスの一つだから受け止めないといけないなって思ってずっと受け止めてたんだけど、裏では傷ついてる自分もいてさ、なんとかこう自分の好きな系統の服が着れるような顔になれないかなって思って、本当に試行錯誤してた時代に研究してたのがその急進顔解消メイクだったんだよね。それでもね、もちろんね、もともとロリ系の顔みたいな、そういうお洋服が似合いますっていう顔の子にはそれは叶わないけど、別に人とクオリティ比べて服着てないからさ、自分が自信持てればいいだけの話だから、だから自分的にはコンプレックスが結構解消されて、そういう服も着られるようになったし、逆にそっちのコンプレックスがなくなったから、綺麗系の服着る時も楽しくなってきて、どっちでも着ていいんだみたいな感じになったら、綺麗系の服着るのも楽しくなってきたから、だからコンプレックスをねなくす一つの手段として、整形もそうなんだけど、自分を嫌いにならないための手段っていうのかな、ちょっと言い方マイナス表現であれだけど大事だと思うから参考にしてほしいなと思います。どうしよう、今日下まつげ描こうかな。下まつげいつもは描いてます、描きます。この今ちょうどいい感じにこう横ラインが入ってるじゃないですか、まあ、この辺から生えてるみたいな感じで描きたいので、一本目はねこの辺に描きます。で二本目ちょっとね寝かせる感じで描くとめっちゃ自然になる。いつもね、下まつげどうやって描いてるんですかって聞かれるんだけど、下に生えてるっていうよりはこっち斜め下に生えてますみたいな感じで、こんな感じかな。で大事なのが、あんまり元のまつげのとこから離して描かない。なんか例えば歌舞伎町に遊びに行くとか、めっちゃ地雷系の洋服を着るとか、なんかそういう気分の日だったら全然平気なんだけど、昼間見ると描き方がめっちゃ上手かったら平気なんだけど、私は結構うんってなる時があるの。あ、なんか今日おかしいなみたいな。日光に当たる時間の時はあんまり離して描かないように気をつけてる。これ3本だけ描
書いて、ちょっと今ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキープって書いたんだけど出なくなっちゃったんで、間の毛を他のやつで書いていきます。こっちもねヒロインメイクのね色が違う02番のブラウンのやつで、で間をちょん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 って埋めます。ちょん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 、このくらいで書いて、そしたらごまかしの作業に入ります。さっきのクリオのこのブラウン、さっきと同じ筆にとって下まつげ描いたところの描き始めのところからこうぼかす、アイラインの終わりに向かって、ここが実は目の終わりですよっていう感じの見せ方にしたいからグラデーションを作って、そうするとまつげがちょっと馴染みます。この描いたばっかのこれだとおかしいから、こんな感じでぼかしてあげる。ごまかしプラス目が大きく、さらに急進顔解消で垂れ目になる一石二鳥メイクです。ジルスチュアートブルームミックスブラッシュコンパクト02番、ブルベって感じのピンクなんですけど、でも私さブルベ寄りなんですけど本当はニュートラルなんですよね。ブルベイエベ間にニュートラルっていうのがあって、ブルベ寄りのニュートラルなの私は。だから結構イエベの人ってこういうなんか、まあ、ザピンクみたいな避けがちだと思うんですけど、なんか別に似合うと思うんだよね私。店頭で試してみるといいと思う。なんか結構みんなさ、まあ、ブルベイエベとかいう概念が出てきてからさ、なんか避けるようになったじゃん。やっぱ不正解を踏まないようにするみたいな感じの風潮がめちゃめちゃ強くなってさ、で今塗ったのがセザンヌのパールグローハイライト、で今まではねシャンパンベージュを使ってたんですけど、最近は03番のオーロラミント、さらに輝きが強い感じで発光するこっちを使ってます。やっぱ陰影をねはっきりさせた方が、巻くこともそんななくてコロンってした感じでセットすることが多いので、顔の印象も平坦っていうよりは丸みを持たせた方が多分バランス的に良くなるなと思うので、立体感を出すようにこの輝きが強いものを最近は使っております。目ん玉が充血しがちなのでカラコンこのタイミングでつけるんですけど、ワンデーナチュラルモイストレーベル UV 一目惚れの恋、一目惚れのめちゃくちゃ良くて、レンズがねちょっとピンクブラウンっぽい感じの、縁がねグラデーションになってるのでめっちゃ自然。こんな感じ、つけたつけてない。でマスカラが D アップ、時を経て D アップパーフェクトエクステンションマスカラ、戻ってきちゃったわ。やっぱ D アップが最強なんだよな。なんかサラッとしてる液が、多分物足りない人は物足りないんだと思うんだけど、もっとネトッとついた方が多分伸びるは伸びるんだけどね。まつげパーマをねしてるんだけど、なんか2週間超えたあたりからちょっとやっぱまつげがいろんな方向向いてきたりとか伸びてきた気が悪さをするんだけど、そういうのを綺麗にまとめてくれるので D アップは、このブラシの細さもあるんだろうけど調整がめっちゃうまくいくんですよね。こんな感じかな上は。で下はさっき書いてるんだけど気にせずやります。この書いたところの上とかもここ離して書いちゃってたらちょっと塗ったら二重でおかしくなっちゃうんだけど、そんなに離して書いてないから上も塗っちゃいます。私は着替えてきました。で髪の毛切ってからマジ手放せなくなったのが黒ケープ、めっちゃ強力なケープなんだけど、もうガッチガチになる。このぐらいの短さになるとね、いかにこう一本一本を管理するかって話になってきて、ロングだったら綺麗な髪ですねで終わるところがね、何か一本間違いを犯してるだけでおかしくなるんですよ。なんでこの黒ケープがね絶対重要になってきます。もうこれめちゃめちゃ使ってる。最初ねもうちょっと弱いの使ってたんだけど、サラさんが旅行行った時にねえここしゃばってって言ってきて、ガッチガチにこれで固めててそれを見て黒を買った。でこんな感じでこの脇目も重要だから、私の場合この脇目を見せるとマジで本当にいきなりいいもんになるの。私の顔はちょっとこっち行ったりちょっとこっち行ったりするだけでどうしたっていう顔になるの。本当だよこれ、本当だよ。で前髪からやっていきます。で朝ねお風呂入ったりすればねめっちゃ楽なんだけどね、ちょっとひねります。でもこれもうひねりすぎた、今完全にやったわ。まっすぐにします無駄なこと、マジでひねりすぎたらよくない。ロングの時だったら許されてたことが軒並み許されなくなっていく。結構さ私のことを見てさ、一緒の髪型にしますみたいな言ってくれた子がいて、うれちんありがとうって思ったんだけど、マジで今までずっとロングだったことか、ちょっと一回考えてね、本当に大変だから。ただドライ柔らくね、夜寝る時間が増えた。まあ、あとこの完成度をそんなに重視しない場所、バイトとかさ職場とかだったら、なんか私もこんなさきっちりセットしていかないから全然楽だと思うの。休日は大変よ。やっぱ遊びに行こうってなった時のセットは
短い方が圧倒的に大変だと思う、マジで。私の体感。ロングは巻きゃいいから。で、こっちはね、ちょっと手首ひねって、内側。マジで、なんか美容室でやってもらうおしゃれセットが似合わないんですよね、みたいな悩みを持っている私みたいな地味顔族に聞いてほしいんですけど、異常にさ、エアリーなやつとかさ、似合わない人って絶対いるでしょ、なんか。ふわっと巻きみたいなのさ。こっちの化け目からこうやって持ってきてみたいなさ、なんかああいう雑誌とかで紹介されてるやつがなぜか似合わないしめっちゃ老けるみたいな人いません？私はそれなんですけど、ずっとボブのさ、セットの仕方ってさ、結構みんな紹介されてるのがこうやってまっすぐ行ってこうみたいな、うん、ゲーみたいな感じのが結構デフォだと思うんですけど、違いますよ。大体ね、私みたいな顔の人は常にちょっと内側で全部変わらないんです。一回熱通します。で、こう、挟みます。そんな挟んでないです。どっちだ？ちょっと。わかんなくなっちゃった。そんな力入れて挟んでないんですけど、まあなんかなんとなく両手でこう支えまして、で、まあ、ずっと変わってないんですよ。こうグリーンってやらんのよ。グリーンってやると、髪だけシャレオツな老け顔のブスになるから、はい、こうして、はい、一定です。はい、この辺も。はい、こうして、はい、一定です。もう変に手首をスナップさせたりしません。私たちは。ちょっとこの毛なんなの？この毛。いるよね。こういう人。足並み揃えられないやつな。私だ。こっち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 だ。こっち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 。おい。おー自我が死んだ。こっちは私耳にかけるんです。じゃ、涼しげな感じにしたい。だいたいこっちは耳にかけて、ここになんかクロスのピンつけたりとか、なんかヘアアクセ系をここにつけることが多いんですけど、余裕あったらね、こことかも出しちゃったりするんですけど、毎回ね、ここ、ちょっと出して、ちょっとこう、ふよんってさせるんですよ。ここ、ふよんってね、こう、ふよんって流行り感出しちゃうんですけど、大体、いつの間にかこっちに融合してて、いなくなってるんで、まあ、やる必要ないです。こっからです。ここがマジで重要。ショートボブの真髄と言ってもいいかもしれない。ここ。私はつむじがね、こっち向きなんで、こっちがすっごい巻きにくいんですね。なんで、前に引っ張った状態で、こうです。こうです。こういって、はい、スナップ。初めての今日スナップ。はい、スナップ。はい、スナップ。で、これ巻きすぎるとおかしくなる。本当に。これもう素直に。はい、素直に言って。じゃあもう一回いきます。これマジで緊張すんだよ、毎日。毎日緊張してんの。で、浮かせないのも重要。浮かせない。私、浮かせたら事故るので、もう、熱加えたらサッて引っ張って、顔の油を利用して貼り付けていきます。いきましてるね。いきましてる。ここです。できたら、ケープ。ジャボーン！うまいこと言ったわ。で、前髪も固めるんだけど、ここら辺。こっちはね、とにかくハゲを隠します。こっちそんな綺麗じゃなくてもね、あんま目立たないんで。固める！ここに細かい毛がいっぱいあると、おでこにめちゃめちゃ毛が生えてるように見えてキモいので、ここちゃんとのけて、で、こっち下ろす。で、これでピアスとかをつけたら、完成です。ピアス壊れた。戻れ。あ、戻った。ショートにしてから良かったことの一つ、ピアスがすごい綺麗に映えますね。ピアスこっちだけまたバチバチに開けようかなって思ってるんですけど、世界リフトやった時にさ、ほとんどのピアス閉じちゃったんですけど、もう一回開けようかなと思って。で、最後にね、このロム&のリップを塗ります。これやばいよ、良すぎる。グラスティングメルティングバーム06番、カヤフィグ。唇荒れてる時でも余裕で使えるから好きです。しかもなんかネットの評価だとめちゃくちゃいいけど色の持ちはそんな良くないですみたいなレビューが多いんだけど、私的には色の持ちも悪いとは感じない。もともとロム&のティントを使ってた側としてはもしかしたらあれよりはってなるかもしれないけど、全然悪いって感じない。センチ膨らんだ。あ、膨らんでる、ちょっと。俺の女。はい、というわけで完成しました。これが最近、髪を切ってからちょっと研究を重ねて、今んとこ最善かなって思っているメイクでございます。チークもうちょい入れてもいいかもしんない。まあ全体的に結構濃いめ。目は特に濃いめにして、リップもしっかりとピンク。ヘアセットの仕方とかも自分が過去にやっていた失敗点とかも含めて、いろいろと考えてこの形にたどり着いたっていう感じです。過去にやったショートよりも、多分自分的に似合ってるかなって思ってる。というわけで動画見てくれてありがとうございました。マシ。